はいどうも。えっ、ー、と、コロナワクチンのですね、えー、死亡一時金とですね、えー、総裁量でですね、えー、4000万円ぐらいもらえるらしいっていう話なんですけど、えー、ちょっと YouTube ではですね、なんかコロナワクチンの話題を、えー、なんかね、病気の話を、え、なんか成分の話をしちゃダメとかいう話なんですけど、なんかですね、 ちょ,ちょっと前もコロナワクチンって言っただけでバンになりまして、なんでやる気がないですけどね。やる気がないし読まないですけど、あの、ま、こんなニュースがあったよぐらいの話で、4000万円ぐらいですね。もらえるそうで。はい。えー、あ、でも、あれか。亡くなった人はもらえないんですね。亡くなった人は、あの、お墓の中に行って、えー、残された人がですね、もらえる、 かもしんないよ、みたいなお話で。<laughs> ねえ。なんで私のポケットには4000万円入らないんでしょうか。で、えー、記事も読みませんし、しますけど、まあ、4000万円ぐらいいい。長いな。っていうお話だそうです。 で、えー、コメントもね、読ん、読んじゃいけないような気がするな。テレビでは一切報道しませんね。あ、そうなんだ。あ、この辺もね、読んじゃダメなんですよ。ちょ、ちょっと前もですね、コロナワクチンって言っただけで YouTube 版になりまして、なんでなのかちょっと訳がわかんないんですけど、なんでまあコロナワクチンの話題はですね、えー、当たらず触らず、 えー、なんか4000万円ぐらい、らしくてですね。えー、私もですね、なんか、4000万円って宝くじに当たったぐらいの感覚なのかな。宝くじって言うと、今何億円くらいなんだろう。7億とか8億とか10億とかもらえるのかな ?1 等だと。はい。だからですね。 えは、ー、い、4000万円ぐらいだそうですってことで、はい、やる気ないんで、はい、今回は以上です。